ここに、じゃあ刺すですね。うん、やって。あ、で、返して。そう、返して、ちょっと切り上げる。はい、いいよ。切りました。もしかしたら肺に、はい、ここが肺だから、はい、この中で血が結構抜けちゃってるかもしれない。これで。触ってみて。それが命の熱さ。うわ、熱い。これがこの子の生きてた命の熱さ。あ、すごい。本当に熱い、お湯みたい。ありがとう。感じた。ということで、どうしたらいいですか。ちょっとずつ引きずり上げたいんで。はい、大丈夫です。手伝います。すごい状況。もう一回、せーの、足が僕つかん。あ、僕行ったんで、大丈夫です。いける？はい、いけるかい。だいぶ踏ん張れます。よいしょ、行きます。せーの、うメスを1頭打つっていうことは2頭打ってるってことだから、それをちゃんとほとんどの確率でいるってことですか。もうほぼほぼの確率で妊娠してる。もう 100% だ、ほぼ。もう 100%、 うん。なので、あ、その分も含めて、そうか、この肉を食べてちゃんと生きてくださいっていうことですね。
生まれたかったよな。これだっていう枝を決めて、はい、ここに刺して、はい、で今この鹿が、はい、もう息できないじゃないですか、はい、死んじゃったから。だけどここに今また山の風が吹き通って、はい、またそういう風にあなたが 息もできるようになってまた命になって戻ってきてますよってことをちゃんと感謝するっていうのが一番大事な、はい、どの枝でも、はい、風がスッと通りそうな枝を選んで、でお祈りしてあげてください。いいんですか、自分のやり方で。もう、うん。刺して、感謝して、祈る。うん。もう自分の好きな風通しのいい枝。はい。これすごいわ。うおちょっと。今日は本当に鹿が普通に身一つで生きてる環境を自分も一緒の鹿の道を歩いて追体験してもらったじゃないですか。はい、もう衝撃ですね。もう神様が作ったものとしか思えないようなそういう感じがしました。そのこんな深い中をこんな重たいその体ででもあんなに軽やかに走っていくっていうのが、いやまさにもうなんか人知の及ばぬなんか神々しい世界だなって感じましたね。最初のナイフを入れてもらって溢れ出てくるの感じをもらいましたけど、はい、入れた時とかその、はい、どうでした？その時の気持ちは。いや最初に入れる時のあの感触が、はあ、命に本当に今なんていうかこういただく瞬間なんだっていうのを顔を返してグッと言ってからジャーッと出てきたこの血が本当にかじかんでる手にもうお湯みたいに熱くって。生きてるっていうか命の熱さっていうのはこういうことなんだなって感じましたね。肉全部一回しょってもらったけど、はい、あの時はいやもう本当に後ろにへたり込むじゃないかってぐらい重たくて物質的な重たさだけじゃなくってそこまでみきおさんと一緒に解体も手伝わせてもらって全部こうひっくるめての重さだったなっていうふうに思ったので、うん、なんかこう
重力に引っ張られてるだけじゃない重さを感じました、うん、はい、この寒い中をね身一つ生きてるあの、うん、パワーをいただいてるっていうのが、うん、それを食べるっていうことですからね、はい、ぜひね、いや本当に思います。そのお肉食べるシーンだけじゃなくて、なんか他にもいろんなところで食べるっていうことに関して、あのおのずと感謝の念がもっともっと強く出てくるんだろうなと思いました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に貴重な経験、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。